おお。おはようございます。ティラと申します。今回やっていくゲームはこちら、風の竜と恋人未満の戦士たち。というわけでこちらのゲームはですね、とあるもう例の例のサイトで見つけた、今回はね、なんだこれ、どういうゲームなんだ。ちょっとゲームの仕様も分かってないんですけど、めちゃくちゃすごいゲームですね。タイトルが、コロハチってる。何、こんなゲームがあるのかと。はい。もう今までできなかったスペックのゲームが、これでできるようになりました。前の PC と変わり。というわけで、早速ね、新実況、フリーゲーム、一発目、やっていきたいと思います。では、やっていくか。マウスなのかな？基本的にマウスだね。コントローラー反応してないんで、マウスでやっていくタイプですね。では、やっていきましょう。おー、すごーい。ノベル系なんかな？マウスってことは。それともマウス選択だけとか、そういう系かな？おう。でもなんか RPG っぽいんですよね、世界はね。商業大陸パサックにて。わ、すごーい！なにこれ、すごいんだけど！世界観！前の PC じゃこんなの絶対無理やったらな、動かんだれな。ニュートラバカーあ、待って、スキップ、オート、セーブ、ロード、バックオプション。ってことは、やっぱノベル系なんすかね。あ、セーブ。へぇ、ノベル？ちょっとこれ、見といたらこれだったのかな。そんな冷たい言い方しなくてもいいでしょ、ティリス。うわ、かわいい。M もかわいい。うるさいな。俺はもともとこうなんだ。不満があんなら帰れ。じゃあ帰る。さよなら。は、勝手にしろ。何を竜とのバカ、釣り目、ネクラ、ブアイソ。こうやって視点がちゃんと動く感じもすごいっすね。そりゃあ竜とと比べたら、私なんて足手まといかもしれないけどさ。でも、私の神聖魔法が役に立った時もあったもん。リュートなんてもう知らない。リュートなんて。はぁ、あ。バカだな。いるわけない。リュートは優しいから、謝ればきっと許してくれる。でもリュートの方が追いかけてきて仲直り、なんて一度もないもんね。リュートと出会ったのは今から数ヶ月前。私のふるさとが魔族に襲われたことを助けてくれた。ファンタジー感ありますね、やっぱ。だけど、助けてくれたリュート自身も半分魔族だった。リュート、待て！魔族め、それ以上ティリスに近づくな！離れろ！何言ってるの？彼は私たちを助けて。だが、魔族だ！完全には信用できない！あ、待って！せめて傷の治療を。いらん。この程度の傷、魔族の鬼で何でもない。魔族だから、だから身を守る必要がないの？それって、待って、どうして人間を守ってくれるの？あなたは魔族なのに、どうして？気まぐれだ。これからどこに行くの？さあな。ずっと一人なの？ああ、寂しくないの？ああ、一万円？俺は風だから。そう言って一息差し去ろうとしてリュートを追いかけて強引についてきた。去り際に見せた寂しそうな瞳がどうしても頭から離れなくて。半分人間なのに半分魔族だから、どちらの中でも生きられない。孤独な旅を続けることしかない彼のことがどうしても気になって。ああ、いいっすね。謝ろう。喧嘩別れは嫌だし。私が一緒に行きたくて、ためについてきたんだもん。ってことはさっきの激行がずっとついてきてんのかな。あ、で、ここどこ？私どっちから来たっけ？どこ歩いてた？迷いの森パターンじゃないですか。もしかして、道に迷った？
どうしよう。おお、セレクション、セレクション、分岐、ちょっと待って、セーブ、セーブだ、セーブだ。選択肢どの道を行く。私クラピカが言っております、右です。クラピカを信じます。右に行こうと思います。おお、何あれ、草原でちょっと、何モンスター。ちょっと待って、あれ、ノベルだけじゃなくてそういうケースか、そういうケースね。イーグルが現れた。嘘嘘、ノベルにさらにゲームの RPG がRPG がプラスされてる。おお、毎ターン少量の自動回復が不要。おお、すごい、剣、音速山、神聖魔法、ライディンバルト、音速回避、音速回避、すごーい。じゃあ普通にまず剣攻撃からいってみますか。おお、119のダメージ。自分の羽を気づけるだけじゃなくて、引け、消え。遷移させよう、遷移させよう思ったらダメか。わあ、あ、表情変化もする、ちゃんと、すごい、いた。これは何度も受けたら回復追いつかないかも。あ、本当だ、追いついてないね。まあ、自動回復だもんね。自動回復はそんな全部回復あれやってたら、あ、マジックポイントが1回復、そしてマジックポイントに商品2とかあるんやな。あ、ここがマジックポイントで、この5つの中で行動しなあかんということか。でも、どうしよう。普通に剣攻撃いくか。わ、強い。何？消費マジックポイント5があるね。あ、自動回復を100に増加して、リジェネが100になるんだ。へぇ。ここはちょっと神聖魔法。行ってみるか。360だもんね。おお、エフェクトいい。あー、こういう、え、ちょ、待って。一体でこれだよ。集団で出てこられたらもう負けだよ。音は回避できないし、精神が地味に削られる。なるほどね。チュートリアル的な戦闘なんやろうけど、チュートリアルの割にあなた強くないですかね。あなた、空を旋回し始めた。何、次なんか強い攻撃が来る的な。回避とかできるのかな。上空へ飛翔した。あー、これ次空を飛ぶ攻撃、もう一回もう一回使うしかないか。連続使用しちゃった。あー、こういう剣ね。避けなきゃ死ぬとこだったんじゃ。何それ、ちょっとふわりと地面に降り立つ。406回復、ちょっと待って、地面に降り立った、地面に降り立つだけでそんな回復する、やば。うわ、死ぬ。へえ、飛翔した敵を永遠的に大地につなぎ止める。これやるか、一回。ああ、表情も変わってる、ちゃんと。ああ、痛い、やばいやばい、やったらもう高く飛べないよって。飛べないよって言ったらやばいって。頑張って。あ、でもいいね。あの、歌の効果で100回復してるから、さっきの18やったら大丈夫だね。うわぁ、ギリギリか、これ。おぉゆっくり下に落ちたなぁ。一丁上がり、その一丁に25ターンかかってんだよ、こっちは。いや、25ターンもかかる雑魚敵とか僕初めて見たんですけど。何、イーグルってそんな強いモンスターなの、この世界では。強くないですか、やば。はぁ、ニュートどこにいんのかな。しまった、もう一体。さっき2体同時に出たらもう終わってたな。
おー、なーに？あ！なにこの、一枚絵。すげえ。切り刻まれたくなければ、消えろ。ニュート！やれやれ。大丈夫か？心配してくれたの？追いかけてきてくれたの？あたしを。ニュート。おい、ティース、しっかりしろ。え？なんで急に洞窟に、草原のままでよかったんじゃないかな、多分。まあ、イーグル来ることを考えるとあれだけど、なぜ洞窟まで輸送したのか。ここは、洞窟？ニュートは？寝てる。ここまで運んでくれたんだ。出会った頃から喧嘩しても、どんな時も、ピンチには必ず駆けつけてくれるんだね。ああ、なに？めっちゃいい映画多くないですかね。ありがとう、リュウト。ん？いいなぁ。グッドエンド！あれえ？もうエンドになってますけど。確かにこのゲームって、なんかマルチエンディングで、エンディングが4つ、5つあったってやつですね。待って、こんなにいいのんだ。めっちゃいいじゃん、このゲーム。とりあえずグッドエンドが迎えられましたね。はーい。じゃあ、今回これぐらいにして、次回以降右とか左とかの選択肢もあったんで、あとイーグルにちょっとわざとやられてみるとか、そういう系のエンドもありそうではありますね。いやー、結構大変で終わるんだね。はーい。じゃあ次回はね、他のエンド回収してみたいと思います。では、今回これぐらいを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。